はい、こんにちは、前川です。今日も動画を送っていきたいと思います。今日は、何をしていいのかわからないっていう悩みを抱えている方に、お話ししていきたいと思います。これ売り上げ上がらないとき、皆さん抱えている問題だと思います。本当に何をしていいかわからないんですね。わからないことって何聞かれたことに何がわからないのかわからないという感じですね。これよくありますね。僕は勉強の時よくそれありましたね。どこが分かれへんのってのが。何が分かれへんか分からへんですね。はい。すいません。関係ない話で。では早速、言っていきたいと思います。まず目標。100万円、目標に設定するとします。もし今あなたが20万円、30万円の売り上げなのであれば、この100万円という数字はとても高いものに見えてしまいます。なので、どうすればここにたどり着くのかでも全くわけがわからないんですね。はい。なので、まずあなたの立ち位置、今の、自分の状況をしっかり、見ていってほしいと思います。はい。で、それを考えたときに、自分の、何が足りていないので、言っていないのか。で、どうすればそれに届くのか。っていうのを一つ一つ考えていってほしいんですね。それをすることによって起こる、いいことや悪いこと、そういったのを含めて全て、考えていってもらいたいと思います。はい、それをしっかり作っていくことによって、こうやって段階を得て進むことができます。まず、10万、20万の方であれば、まず患者さんがいないという問題がありますよね。その患者さんいないということが分かるんですね。まず、こういうのをしっかりしてないと何が悪くて今売り上げ上がってないのか分からないんですね。まず患者さんがいない、そしたら患者さんを呼ぶために何かしようというふうになります。そうすることで一歩100万円近づきますね。で、何をしようかで、いろいろあります。ホームページ、チラシ、地域紙とかいろいろありますよね。で、それもどうやって作ったらいいのかというのは、他のブログじゃなくて他の記事で僕書いてるんで、それ読んでもらってやっていただきたいと思います。そうすれば新刊が集まってきます。そしたら売上バンバンバンと上がっていきます。でもそのまま100万いっちゃえばいいですけど、もしそこでまた何かぶち当たる。例えばリピートが取れないとかですよね。そしたら、それがこの辺まで来てて、もうちょっとでゴールやのに、たどり着かないとなります。そこでまた問題を考えて、解決する方法を考えていきます。で、そうやって、しっかりこの自分の目指すところをまずしっかり決めてもらって、自分の今空いているところをしっかり確認してもらって、で、どうすればそこにたどり着いていくのかっていうのを一つ一つこう考えて、大きく全体像ですね、しっかり見ていただいたら、何をしていけばいいのかっていうのが、今よりも確実に見えてくると思います。はい。で、こういう感じでしっかり階段を作って、登って、いけるように頑張ってやっていきましょう。僕は今ここを、いいか、やめときます。はい、そういう感じで、送っていきました。ぜひ参考にしてください。ではまた。